タイトオイルとは、血眼などの地層から採取される、非在来型の原油。ライトタイトオイルとも言われている。口述の通り、報道では、シェールオイルとも呼ばれる。攻撃率、浸透率が共に低いページ元層や左岩層から生産される、中、軽質油で、2009年頃から米国で、ガス価格が下がり比べて、原油価格が高値であったことから投資が活発化し、 水平構成掘削や水圧破砕といったシェールガスの開発技術を応用することで増産が進んだ。国際エネルギー機関の2012年11月の報告ではこうした非在来型原油の増産によって米国は2020年までにサウジアラビアを抜いて世界一の産油国になるとの見通しも示された。なお一般に報道ではシェールオイル2010人には この分野における学術用語はまだ統一されていない。オイルシェイルとの混同を避けるためシェールオイルという語よりもライトタイトオイルという語が望ましい。との指摘がある。日本以外では流動性の悪い地層に存在する原油成分をタイトオイルと呼び、その中でもページ元層に存在する原油成分のみを指してシェールオイルと呼んでいるが、日本のメディアなどでは流動性の悪い地層に 存在する原油成分もひとまとめにして、シェールオイルと呼ばれている。2011年のアメリカ合衆国エネルギー以上の統計によると、技術的に回収可能なタイトオイル資源量は、既存データのあるエリアのうちの4カ所で、計240億バレルと推定されている。2012年10月、石油資源開発が、日本で初めて、秋田県の女川シェール層から、 シェールオイルを採取したことが発表された。タイトオイルの採掘方法採掘方法は初めてアメリカとカナダで確立され、同じ地層に埋まっているシェールガスと共に得られる。技術革新により増産が進んでおり、アメリカではシェールオイルを含む原油の増産が2008年の日量約500万バレルから2014年は800万バレルを超え、2014年5月、 国際エネルギー機関は、拡大する米国のシェールオイル生産によって、今後5年の世界の石油需要増加分をほとんど賄うことができるとの予想を発表した。シェールオイルのフルサイクルコストは2014年の段階では、シティグループが1バレルイコール70から90ドル前後と試算している。しかし、このコストには、土地の買収など、巨額の先行投資も含まれており、 シティグループは土地やインフラがすでに整備されているシェールオイルでは屈作の維持コストは40ドルまで下がりうると見ている。価格競争力を獲得したことでシェールオイルは OPEC の優位性を脅かす存在となってきている。これに対し OPEC も戦略の転換を余儀なくされ2014年11月27日にウィーンの本部で行われた総会では 大幅な価格下落にもかかわらず、減産を見送り、生産量維持を決定した。オペックの生産量維持には、シェールオイル封じの思惑があるとされ、事実2015年1月4日には、米国のシェールオイル関連企業である、WBH エナジーが、原油安が始まって、以来初めて破綻した。2015年2月10日、国際エネルギー機関のマリア・ファンデル・フーフェン、事務局長が、 ロンドンでの講演で、米国産、シェールオイルの増産により、オペックの市場シェアが、金融危機前の高水準を回復することは困難、との見解を示した。2015年12月18日、アメリカは、シェールオイル増産により、国内に増産で積み上がった在庫を解消するため、1975年、以来40年ぶりに、原油輸出を解禁した。 2012年に米国だけで4000本の対等いる油性から新たに生産したのに対し、米国、カナダ以外で新たに生産した油性は在来型、非在来型を問わず世界中で4000本以下に過ぎず、米国での加熱が伺われた。2013年のアメリカ合衆国エネルギー以上の発表では、世界における埋蔵量は以下のように推定されている。 在来型原油の開発が優先されているため、よく知られていない国家が相当ある。ありがとうございます。